スンダルバンス国立公園は、インド共和国西ベンガル州に所在する国立公園。世界最大規模を有するデルタ地帯の一角を占め、数多くの希少種や絶滅危惧種が生息している。1984年にインド政府により国立公園に指定された。スンダルバンス国立公園。 スンダルバンス国立公園は、バングラデシュとの国境に近いインド東部の西ベンガル州南端に所在し、ベンガル湾の奥に広がる東西およそ2 5 0トル南北40ないし8 0トルに及ぶ、世界最大のデルタ地帯の中に立地する。ヒマラヤ山脈より流化するガンジス川とブラマプトラ川は、数百万年前から山地より大量の土砂を運んで、 下流に巨大な堆積平野を形成してきた。デルタ地帯は表面積8万平方キロメートルに及んでおり、川は天然の水路となって網目状に入り組んでいる。三角州を形成する水路の沿岸には世界最大規模のマングローブの密林が広がっており、これは東地方に多数発生するサイクロンと称される暴風雨に対する自然の防波堤の役目を担っている。また、 干潮の際に姿を見せるマングローブの強力な気根は水中の土砂の流出を食い止めて陸地を形成するのに大きく作用してきた。大河によって運ばれてきた泥はマングローブの根の間に厚く堆積してきたのである。なお、スンダルバンス国立公園は西ベンガル州の州都コルカタからは南東約6 0トルに位置している。現象著しく絶滅の危機に瀕した。 ベンガルトラの保護のため、1970年代初頭に、プロジェクトタイガーの運動が起こり、1973年には、スンダルバンス地域が、ベンガルトラ保護区に指定された。1978年には、森林保護区も構成されて、1984年、インド政府が当地を国立公園に指定した。1987年には、ユネスコの世界遺産に登録されている。 なお、スンダルバンス国立公園に近接するバングラデシュ川のシュンドルボンも1997年世界遺産に登録された。ガンジスカワイルカマングローブの密生する湿地帯には300種を超える植物が生育し、数多くの水生、陸生動物の住みかとなっている。また、干潟は上流より運ばれてきた養分豊かな土壌となっているため、 数多くの海洋動物はここで、深きを過ごしている。海域とデルタ地帯を移動する水性の哺乳類には、ガンジスカワイルカやカワゴンドウ、スナメリ、シナウスイロイルカ、ハシナガイルカ、ミナミハンドウイルカ、ニタリクジラなどの希少芸類がいる。熱帯雨林には、マングースやシカ、アカゲザルなどサル類、ベンガルヤマネコ、ヒョウ、スナドリネコ、ジャングルキャットなど、 陸生の哺乳類が生息している。しかし、かつて生息していた、ジャワサイ、バラシンカジカ、ホエジカは、今日では絶滅してしまった。赤ゲザルスキハシコウ、コハゲコウ、オオハゲコウなど数種のコウノトリ類やシベリアオオハシシギ、また、南洋小瓶、茶羽小瓶、山小瓶など、カワセミカを含む多様な鳥類もまた繁殖している。ハチウ類には、イリエワニやカゲ、 インドニシキヘビなどがおり、河川を主な生活の場とするイリエワには絶滅の危機に瀕している。ウミガメの仲間としては、バタグールガメ、ヒメウミガメ、タイマエがいる。スンダルバンス国立公園内には、以上のように、希少種や絶滅危惧種の相当数が生息している。干潮時の干潟には、塩マネキや岡ヤドカリが溢れており、 満長になると姿を消す。飛びハゼは、引き潮の際には、マングローブの根部分に飛び乗ったり、ヒレを用いて、湿地を歩くことも、ある得意な魚類である。多くはイノシシ、時にアクシスジカを常食とする、ベンガルトラは、1999年現在で、インド国内最多のおよそ250頭が公園内に生息しており、手厚い保護がなされている。 見学は、戦場から内市公園内3カ所に設置された観察塔からのみ見学が許可されている。なお、西ベンガル州観光開発公団が、例年10月から3月にかけて一泊二日からのツアーを開催している。ベンガルトラ20世紀初頭には、約4万頭もいたと言われる、インドは大陸のトラであるが、1960年代末には、 1> 約1800頭にまで激減したことが確かめられた。これに危機感を抱いたインド政府は1970年代初頭虎の保護に乗り出し、1973年、プロジェクトタイガーと題する計画を打ち出した。この計画は相当な成果を上げ、1997年段階で虎の頭数はインドは大陸全体で3500頭ないし3700頭にまで回復した。 しかし、虎は、体の各部位がすべて高値で、取引されるため密漁者はあらゆる手を用いて、捕獲しようとしている。他にも、人口増加や森林伐採に伴う、虎の生存環境の悪化も懸念される。スンダルバンス地区では、プロジェクトタイガーの実行と、ほぼ同時に虎に、保護の手が差し伸べられた。 ベンガルトラ保護区の設置などによって、トラの生息状況は改善を見たものの、かえって人間が被害に遭う事件が1970年代の後半以降は激増した。1975年から1982年までの間は、スンダルバンス地域だけで毎年45名を超す人の命がトラによって奪われた。これに対し、WWF は、 デルタ地帯に暮らす住民たちに注意を喚起する運動を展開し、道路沿いや展望台周辺には、触れると感電する装置や防御策などを設けて、被害の根絶に努めた。その努力は、成果となって数字に現れ、被害者は激減した。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。